説明書に書いてありますように、ちょうど4月の22日から4日間アメリカにワシントンに行きまして、TPP に関する責任者に当たるような人たちと20人を超す国会議員とお話をしてまいりました。それから農業団体者、あるいは自動車労連、その他の団体の方ともお話をしてまいりまして、結論的に言えば日本の動き、日本がその安倍内閣が5項目である、いろんなそのセンシティブな問題というものは認められたような、あるいは認められるようなことを言っておりますが、全く向こうは知らない。私たちが英訳をした自由民主党のこの TPP に参加するというその条件を書いた内容を英訳をして持ってまいりました。それを渡した瞬間に顔色を変える議員すらありまして、こんなこと聞いたこともない。なんとか政治がどれだけ参加するんだというふうに短絡的に受け止めていると思うんですが、そこを門永さんにはっきりと政治が認められるかどうか、関税の例外が認められるかどうかということを聞こうと、という形で質問させていただきました。で、まあ門永さんははっきりと米においても山田さん、その政府ガードか、もしくは長期ステージにおいて撤廃していくと、関税をということをはっきり述べられました。ということは米においてもですから、ましてやその他の品目、牛肉とか豚肉とか乳製品とかそういったものにおいて一切関税の例外除外というものはないということで、ごく一部そもそも自由貿易反対という人もいますけど、そうじゃなくて TPP 反対というポーズを示して、もっと USTR の資料を引っ張ってきてです、引っ張ってですね、日本の農産物の市場を開放させろ、そして日本にもっと車を売らせろ、日本の為替の不公正な操作をやめさせろというのを要求を出させるための反対であってですね、おそらく TPA がないということをもって USTR はあなたたち日本が譲ってくれないと、せっかく交渉しても議会を通すことはできませんよという、そうした交渉をやってくるんだと思うんですね。つまり向こうは議会の力もうまく使ってですね、議会も政府もですね、日本から何を取るかというのは戦略的なもう、陣形を敷いております。日本はじゃあ何がアメリカから取れるのかとかですね、あるいはどうやって守ろうかとする戦略は未だに見えません。センシティビだとか、トーンコースだ、自動車が、あるいはアメリカの工業製品が売れない、日本で売れない、たった唯一の理由はそれは日本が汚い、さまざまな障害を設けてやってるからで、センシティビというの問題ではないと、これがアメリカの主張なんです。でそこで今回、私は前回と表現が違うなとつくづく思ったのは、部品の自動車に関してはアメリカが一番欲しいのは部品の輸出だと、日本の部品の輸入だということです。前回のとの議論の中で何が違うかというと、今回彼が言ったことは、要するに供給遅延、プロダクト遅延の話をするんです。これは前回出てこなかった。要するに日本に車、完成車を売るんじゃなくて、アメリカの中小企業、中堅企業が作っているアメリカの部品を買ってくれと、これがアメリカの今の主張なんです。もう車を日本が買うというのはもう過去の話で、もうアメリカの中小企業の部品を買ってそれを組み込んでくれる、こういう主張なんです。